ウェイクムトゥーシルちゃん、どうもシルです。はい、やってますよ、ニーヤ大島。徹底的に移動速度上げます。あ、ダメなんだ。大丈夫かなと思ったけど、ダメでした。この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって、町全体が沈下しつつあるんですよね。しかないだけ優しい。防衛対象のミサイルを発見。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。お風呂。トゥビ、アンドロイドは風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もうトゥビーは気分ですよ、気分。これでこの辺りの機械生命体はおおむね排除できましたね。トゥビー、ナインエス。司令官？緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。来たー。
司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。いるやん。こちら空母ブルーリッジ2、この通信が届くアンドロイド部隊に支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は大破し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す、こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊への支援を求む。反応が残ってます。待てね、その敵は今破壊したはずじゃ。そんな、こんな大きな敵どこに。
大きいの見たことない。ないんだよ。クソ、 EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。トゥービーさん、衛星レーザーの直接攻撃承認が下りました。でも敵の発生する電磁波迷彩で照準が不安定になっています。発生源を突き止めて破壊してください。簡単に言う。すみません、でもよろしくお願いします。 EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。でっちげたな完全に。生命体は320年前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を指示。傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。次です。失速し、トゥービー、ここは造園部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。トゥービー、ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。どうやってんの？僕が照準をアシストします。
敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビー、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接口開けた時か。そうか、そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。何で口をわざわざ開けんの。でけえ。トゥビまずいですよ。ここを離脱しましょう。あの巨大な機械生命体は過去に廃棄された兵器です。アンドロイド殲滅用として開発されたのですが、制御不能になってしまって、当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんです。が結局我々も暴走を止めることができなくて、深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか。ルビー、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。また思いつきが。9Sが戦線から離脱、脱走兵として司令部に登録することを提案。ダメ、きっと 9Sには考えがある。ダメ、いいね。トゥビー、僕は空母に搭載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。マスカルがなんかついてくるの面白いね。お尻についてる。
さらばだ。巻き込まれたんじゃないこれ。通信途絶。墜落した夜波部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。2B9S 死ぬなよ。死ぬっていう表現を使うから面白いですよね。すごいオブジェになってる。倒れてない。バンカーに通信。こちら 2B 応答せよ。オペレーターより 2B、 2B さん大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8時間。各地の通信施設が EMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので注意してください。 9S はどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。レベル超が。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。 9S の捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存夜波部隊の捜索を優先する命令が出ています。 9S さんをお願いします。了解。はい、そんな感じで S ストーリーはだいぶ進んだ感じでしょうか。こっから活況に入っていくっていう空気ですね。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。しじみでした。